ロチェスター地下鉄はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスター市に存在していた地下鉄路線。ブロードストリートの水道橋は地下鉄トンネルの一部として使われていたロチェスター地下鉄は1928年に開業し1956年に廃止された。ボストンのグリーンラインと同様、それまで市内を走っていた路面電車を地下化したものであり、車両も 路面電車タイプのものであった。同地下鉄は路面電車路線のみならず、ニューヨーク州内のインターアーバン路線とも接続していた。日本の地下鉄直通運転やフランスのアラーの原型とも言える。ロチスターの地下鉄は1900年のルート変更により使用されなくなったエリー運河の跡地にトンネル区体を埋め込むことで建設された。 この手法は完成しなかった新シシィ地下鉄でも用いられている。トンネルの上はブロードストリートという通りになったが地下構造になったのは都心部の数マイルで残りの部分は川床部分に立体交差の軌道が付設されるという構造であった。インターアーバンとの直通運転は開業3年後の1931年インターアーバン路線の廃止により断絶してしまった。 地下鉄はその後主に通勤客の輸送に用いられ、第二次世界大戦期には4両編成の電車も運行された。しかし、旅客の減少が続いたことや、路線の東側半分を、ロチェスター都心部を避けて建設されることになった、高速道路の接続道路にしたいという思惑もあり、旅客営業は1956年に廃止された。 ロチェスター地下鉄はインターアーバントの直通運転を念頭に置いて建設されたことから貨物輸送を考慮した構造になっていた。そのため残る西側半分に関しては貨物鉄道の市内乗り入れの引っ込み線として使用が続けられゼネラルモーターズやガネット社の貨物輸送用として1996年まで存続した。ロチェスターには高速鉄道の計画がいくつか 存在するが、それらは、この廃止になった地下鉄トンネルを再利用するものである。他にも地下鉄トンネルの地下歩道化などが検討されている。他の地下鉄廃止例としては、ロンドン地下鉄での例がある。多くは、路線の再編により、急線を廃棄したものであり、例えば、ノーザン鉄道の初代始発駅である、キングウィリアムストリート駅は、 テムズ家庭のトンネル部分に急カーブと勾配があったため開業後数年でトンネルを掘り直し駅を移転している。他にも1930年代に地下鉄運営会社は住宅地開発を盛んに行いインターアーバン路線をロンドン郊外へと延伸した。これらのうちいくつかがその後に廃止されている。だが都心部で代替路線への更新を伴わない廃止は 世界的に見ても珍しい事態であった。ありがとうございます。